はい、今回は日産のディーラーについて紹介していきたいと思います。まあ、日産のディーラーというか今から用事があって日産に行く動画ですね。まあ近いんですけどね、本当にもうあと1分以内で着くと思うんですけど、では出発したいと思います。予約も何も入れてないんで、あれなんですけど、まあその用事というのは洗車ですね。洗車しに日産のディーラーに行きます。言いますのも、ホンダカーズはどこの店舗も洗車のサービスを行っていないみたいですね。ホームページとかに見たら洗車サービスやってますって書いているんですけど、近くのホンダカーズはやっていないみたいなんで、日産のディーラーでしてもらおうと思います。まあ、日産のディーラーはしてるみたいですね、洗車のサービスを。まあそのついでに試乗とか撮影できたらいいんですけどね。アイストがかかりましたね。どっちやったかな、右やったかな。